モロ民族解放戦線の旗、モロ民族解放戦線とは、イスラム教徒の政治組織。イスラム協力機構にもオブザーバーとして参加している。かつては、分離独立を求めるフィリピンの反政府武装勢力だったが、1996年の和平協定以降、イスラム教徒民ナ直自治地域の政府として存続している。モロとはスペイン語で、ムーア人を指し、 フィリピンに到達したスペイン人たちが当地のムスリムたちを指して使った語である。転じてタガログ語でムスリムを意味するようになった。ヌル・ミスアリ・ムン・ヌルエフは1970年にヌル・ミスアリラを中心に結成された。当初は90人足らずで弱い組織であったが着々とミンダノ島やスールー諸島を中心に勢力を拡大し、ゲリラ兵士は 最盛期3万人以上の強大な組織となった。1970年代、誘拐事件を通じて資金獲得を行った。その結果、1975年8月には、日本人女性旅行者の誘拐、末広丸のり日本人漁船維に誘拐事件など立て続けに、日本人が巻き込まれる事件も発生。日本国内でも知名度が高まった。 さらに1976年4月7日には、フィリピン航空の国内戦略核機をハジャック、乗り合わせた二人の日本人も巻き込まれている。1976年、マルコス政権は、リビアの仲介を得て、MNLF との間で、ミンダナオやスールー諸島の14州の自治を約束する、トリボリ協定を締結した。だが、この和平協定への対応をめぐって、 以前から存在した内部対立が激化。1977年にはミスアリ派、サラマト派等諸派に分裂し、ヌルミスアリを指導者とする MNLF は、より過激な諸派との競合の中でその勢力を次第に衰退させた。また、トリポリ協定そのものも、自治区編入の可否を問う住民投票を MNLF が嫌ったことで事実上破棄され、戦闘が再開。 交渉再開には1986年の人民革命とマルコス政権の崩壊、新たに制定されたイスラム教徒の自治を盛り込んだ新憲法に象徴されるコラソン秋の政権下の融和政策を待たねばならなかった。だが1989年に実施された住民投票の結果、自治を受け入れたのはイスラム教徒が多数派となる4州に止まり、翌年この4州のみで、 ムスリム民オ自治区が発足した。この政府の措置に対し、トリボリ協定に記された完全自治を要求する MNLF は、この結果を拒否して、武装闘争継続を宣言する。条件付け和平交渉を求める MNLF に対し、フィリピン政府はこれを拒んで、相当作戦強化で応じたが、フィリピン経済の発展のためには、国内情勢の安定化は急務であり、 やがてイスラム諸国会議機構の仲介で、ラモス政権下の1993年に暫定的な停戦合意が成立し、自治交渉が再開された。そして、3年間に及ぶ和平交渉の末、自治政府樹立を目指し、ミンダナオ南部などの14州に、暫定的な行政機関南フィリピン和平、開発協議会の設立や、MNLF 兵士の国軍統合、ミスアリを、 アーム知事選の与党候補とすること、教育制度や宗教に関する取り決めなどが合意され、政府と MNLF の和平交渉はここに合意するに至った。だが、SPCPD においてもアームに参加しない残りの、州の無条件での自治権が担保されたわけではなく、結果的にこれを受け入れたヌルミスアリ指導部に、反発する多数の兵士が、ミルフやアブサヤフへ合流する事態を招いた。 このため、MNLF の軍事力は著しく衰退した。軍事的には弱体化した MNLF だったが、アームにおける投資の分配を独占するミスアリの影響力そのものは未だ強大であった。このため中央に敵対的な地方支配者の存在を除きたい。マニラのアロヨ政権は2001年のアーム、知事選において、ヌルミスアリと対立する。 MNLF 副議長、パローク不信を支援した。窮地に立たされた、ミスアリ派は2006年11月、ホロ島の国軍基地を襲撃して、武装放棄に打って出たがほどなく鎮圧。ミスアリは政府に逮捕され、親マニラの不信新知事体制が成立した。だが、MNLF 内部には依然として、ミスアリを支持する集団も、勢力を保っており、 事実上の分裂状態が続いている。2012年10月、フィリピン政府とモロイスラム解放戦線との間で、ミンダナオ和平に関する枠組み合意が署名され、2014年3月27日に調印された。2016年6月までに新たなバンサモロ自治政府を創設するものだが、この和平合意はモロイスラム解放戦線が主導権を握っており、 モロ民族解放戦線は反発している。2013年9月9日、モロ民族解放戦線のミスアリハ部隊が、ミンダナオ島南部の商業都市サンボアンガ市内の海岸部から侵入。沿岸部の集落を占拠し、住民を盾にしてフィリピン軍と対峙した。この襲撃には和平を主導するモロイスラム解放戦線に対する反発が背景にあるとされる。一連の戦闘は、 同年9月中に、ほぼ終了。政府軍によると、サンボアンが住民の1割、約10万人が避難する中で行われ、同年9月末までの死者数は、MNLF 側183人以上、政府側34人以上。このほか MNLF 側は300人前後の拘束者を出しており、武装組織として大きな打撃を受けた。 元指導者のヌルミスアリは、停戦交渉の仲介をするとして、三母案外に赴いたまま行方不明となっている。フィリピン航空旅客機乗っ取り日本人、客二人も、人質、朝日新聞1976年4月8日、長官、13班、23面日の、住民投票最終解決をくれそう。朝日新聞1977年4月21日、長官、13班、 7面、ロイスラム解放戦線和平交渉団の来日。外務省。http コロンスラッシュスラッシュ www.mofa.go.jp スラッシュ mofaj スラッシュプレススラッシュリリーススラッシュ25スラッシュ3スラッシュ031104。html2013 年9月22日、閲覧。非政府とモロイスラム解放戦線、紛争集結へ。 読売新聞。http www. 読売。c o j p w o r l d n e w s 2 0 1 4 3 2 7ト1 t 0 0 5 2 8 h t、HT、m 2 0 1 4年3月30日閲覧。ab 避難部選挙の武装集団主め巡り和平反発。東京新聞。 http://www.tokyo-np.co.jp://article//world/news//ck2013091902000113.html2013 年9月22日閲覧フィリピン商業都市の選挙続く、イスラム武装集団と軍が激戦。 afphttp コロンスラッシュスラッシュ www.afpbb。Www. com スラッシュアーティクルスラッシュ w a r unrest スラッシュに九六七八八にスラッシュ一一三三一五七八二零一二年九月十三日。閲覧非政府軍武装勢力ほぼ制圧。みんなの音を衝突。 afphttp://www.afpbb.com/.articles/.30004102012 年10月13日閲覧。ありがとうございます。